のまこです。本日はですね、とあることデートの約束をしているんです。いやー、また来たら撮るね。もうそろそろ来るんじゃないでしょうか。のみちゃん、お疲れました。こんにちは。めっちゃ久しぶりです、ね、めっちゃ久しぶりだね。今日はのみちゃんと行きたいお店がこちらにあります。おしゃれね。おしゃれだよね。どうぞ。ありがとうございます。どうぞどうぞ。こんにちは。のみちゃんなんか身長高い、かわいいね。顔がすいませんということで、ここはフレグランスを作るお店です。私初めてです。あ、本当に。これだ。桜モーメント、儚くも美しい刹那的な桜の魅力を閉じ込めた感じ。ホテルランチにあるようなちょっと豪華な桜、それぞれの瞬間を切り取ったっていう意味の桜モーメント、うん、ホテルの部屋の匂い大好き。え、すごいよね。めっちゃなんか美味しい香りする。ね、食べれそう。これも食べれる。え、食べれる。食べれる。なんかシャンプーっぽい匂い。最大5個です。あ、最大5個、はい、5個だとちょっと複雑になりすぎちゃう可能性もあるので、3種類とか4種類おすすめしてます。なるほど。楽しみ。やばいね、めっちゃワクワクなるね。大好きなムスクをすごく入れてるので、はい、ムスクだとサンダルウッド、木の皮の甘さとかっていうのですごくフルーティーでジューシーな感じですね。めっちゃいいよ。フルーティー、フルーティー。ホットとかグレープフルーツ、ライムっていうちょっとこう柑橘を入れてる。健康装備、清潔感のある皮です。いいよね、これ。香りのカスタマイズだけではなくて、色をつけることもできます。皆さんこう誕生日とか自分のイニシャルと今日の日付とか、自分の星座を英語にしてみたりとか。おしゃれ。ウェス・アンダーソンっていう映画の監督の作品にグランドブダペストホテルっていうのがあるんですよ。こんな長くても大丈夫？いや大丈夫大丈夫。私は自分の誕生日の花のブーケンベリアっていう花の英語にします。え、かわいい花なんだよね。ブダペスト。これをから足していきます。はい、はい、そのアクセサリーめっちゃいいですね。ありがとうございます。どこですか。これティファニーでちょっと探して。ちょっと恥ずかしい。ヴィンテージの。ヴィンテージで、ちょっと僕もファッションとか大好きなんで。いいな。ちょっとベルトのデザインらしい。ですよね。そうそうそう、全然関係ない。手元が見られるでしょうか。確かにごっつり見てましたね。引っかかったな。全然どうでもいいこと言っていい？二人がさ、こうつけてるところを見るときにこうやって二人とこうやって見るから、なんかさ、猫とかの癒し動画とか餌見てるあれみたいな。はい、ということで完成したのがこちらです。ちょっとまだね、お互いの香り嗅いでないんで。はい、あ、自分のも嗅いでない。うわ、自分かけちゃった。いや、私もかつれてかけた。あ、やっぱめっちゃいい匂いだ。めっちゃいい匂い。なんか桜の中にちょっと石鹸っぽい香りが
入ってます。失礼します。匂いする？めっちゃする。する？なんかホテルの洗面所。ホテルをイメージした。ホテルの洗面所の匂いです。めっちゃいい匂い。初めどこだろう。あ、でも確かに違うかもね。なんかこっちの方が、なんだろう、甘い系ね。フルーツ系の匂いが入ってるから、うん、ふーちゃんを連れてこられてよかったです。ありがとうございます。めっちゃ楽しかった。あ、よかったです。とみちゃんと今からクルージングに行ってきます。はい、今からアリに乗ってきます。はい、やばい、シャンパン。おー、すごい、この辺になってるんだ。お団子入ってる。かわいい。それはすごい。あ、見てあれ、あれ屋形船ですね。屋形船か。これそうですね、屋形船です。今何分ぐらいが経ちましたかね。今1時間ぐらいですか。1時間ぐらい乗りました。どうですか、ダミちゃん。いや、でも本当に天気も良くて、高い建物がいっぱいありますと。雲がいっぱいあるね。そう、今結構な和やか、和やか、穏やか、穏やか。ちょっと激しい時もあったよね。うん、素敵な休日ね。素敵な休日を2人で過ごしました。はい、ちょっと後でね、あの桜のやつも、うん、確かに、ね、振りかけて、うん、あの雰囲気を味わいたいと思っております。はい、お花見楽しみましょう。はい、え、来た。めっちゃいいね、それ。あ、来た来た来た。石鹸の香りする。なんか石鹸の香り強いよね。じゃあトミちゃんも行くでしょ。あ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。全然ね。あ、ごめんなさいごめんなさい。あ、ごめんなさい。全部落ちちゃう。なかった。今行ける今行ける今行ける。ここめっちゃいい匂いするわ。お花系だね。花の匂いがする。あの動画を見てきましたっていう方がいっぱい、あの いましたっていうのを聞きました。みんなありがとう。めっちゃ嬉しいですね。本当に嬉しい。そして今なっているアニバーサリークルーズも、こんなね、大絶景っていうんですか、壮大な海を渡ることができるので、皆さんもぜひ行ってみてください。何ですかこれ。